ちょうど金曜日私のレギュラー番組の日で、それを終えて伊勢神宮にお参りに行こうと友人4人で車に乗って、10時間ぐらい仙台からかかるんですけど、行ってみようって言って、ちょうど高速道路を走っていった時に揺れが来て、私がハンドル握っていたので全然ハンドルが取れなくて、で道路がこう波打って、わーって叫んでるのに、みんな何が起こったかわからないみたいで、冗談はやめなさいみたいな感じだったんですけど、その次の瞬間みんなの携帯がビー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 鳴り出して、これはただごとじゃないって。でその時にみんな頭をよぎったのが、阪神・淡路大震災の高速道路が倒れる映像がこうみんなの頭の中にあって、でどうしようどうしようって言ってたら、パトカーが横からすごい勢いで来て、であとは先導してくれて高速降りたんですけど、降りたは降りたらで、高速道路は通行止め、下の道も通行止めで、何をどうしていいか分からなかったんですけど、唯一カーナビでテレビが見れたので、そしたら私の地元の気仙沼がもう波が来ている映像で、これは現実なのか映画のワンシーンなのか、ちょっと理解するまでに時間はかかりました。コンビニで買えるものは買って、でそしたらそのコンビニに公衆電話があったんですね。なのでその時誰もその公衆電話の存在に気づいてなくて、開いてて、ですぐに気仙沼の家に電話をして、そしたら何回目かで通じたんですよ。そしたら両親が自宅にいるということは確認できて、でうちは高台にあったので津波は大丈夫だって思ったんですけど、その後もう電話はつながらなくなったんですけど、うちの父のことだから、その海の近くにいるおばあちゃんをこう連れに行ったんじゃないかとか、いろんな思いがあって、それからの数日間全く連絡がつかない間は、あの時は生きててくれたけど今どうなってるか分かんないっていう不安で、もう何て言うんでしょう、両親のことが心配な不安と、あとはあの映像を見たら波がもう2階建て3階建てのビルまで飲み込んでいる様子を見たら、もう帰る場所がないなと、帰る故郷がないってすごい恐怖で、もう何をするにも情報をかき集めることで精一杯ですね。まず気仙沼市役所というところがあるんですけれども、割とそこは海から離れているという私の感覚ではいたんですが、そこの目の前まで瓦礫で覆い尽くされて、そこから先が行けない状態で、本当にいろんなものが押し寄せたという跡がありましたし、そして火で焼けた宍粟地区というところがあったんですけれども、そこにも足を運んでみたんですが、本当に焦げ臭いし、いろんな匂いがするし、そしてきっとまだこの中にたくさんのまだ発見されていない方もいるんだというのを空気で感じましたし、でうちに上がる坂まで本当にこう車が積み重なって、まだその下敷きになっている車に見つけてもらえない方がいたっていうのも感じ取りましたし、必死だから気づかないところもあったんですけれども、後から考え直すとそういう中を帰ったんだなと。で最初に帰った時、まず自宅に帰る前に市民会館、うちの近くに市民会館がありましたので、そこが避難所になっていたので、そこにまず様子を見に行ったんですね。いろんな衣類もたくさん持っていっていたので、どういう状況で、もし服がご利用ならここにありますということをお伝えしに行ったら、もう聞くまでもなく、
まだその震災の日の服のまま濡れ半乾きのままの方もいましたし、靴を履いてない方もいましたし、あの寒さの中で靴下そして靴を履いていないということはもう本当に霜焼けになるぐらい寒いでしょうし、でもう本当に泥にまみれたままの顔も洗っていない方もいらっしゃいましたし、足りないものっていろいろあるなって考えながら、一番役に立ったなと思ったのが、あの知り合いの企業さんからポケットティッシュをたくさん箱でもらって帰ったんですね。でそのティッシュが本当にみんなすぐにこうお持ちになって、皆さん泣くんだけどそれを拭き取ることも鼻水を拭き取ることもできなかったし、だから、そのティッシュの重さというかもう感じました。仙台で支援をしてくださっていた阿部夫妻と、あと和光さんという方がいらっしゃるんですけれども、その方たちとの出会いで気仙沼横丁という飲食店街を作って、全部流された方たちが身一つでそこに来て、あの料理ができるように、そしてお客さんに食べてもらえるような場所を作ろうということで、まずはそちらの立ち上げの方に震災の年の5月からですかね、携わって、震災の年の11月に気仙沼横丁という一つのランドマークを立ち上げることができました。最初の頃はもうそれの立ち上げで精一杯だったんですけれども、毎日が毎日本当に忙しく過ぎていったんですけれども、あくまでもそれは被災をして全てなくなってしまったけれども、もう一度立ち上がりたいという方たちのためのものなので、私たちは本当に理事全員が本当に見守るという形をとっていました。そんな中で私も気仙沼でちゃんと納税なり何かの形で力になりたいなというふうに思って、で立ち上げたのがフカコラ美人という会社なんですが、気仙沼って昔からお魚を食べる文化なので、普段から良質な海洋性コラーゲン取ってましたし、あと潮風ってすごくベタベタするもので私は嫌いだったんですけど、それが実は保湿に良かったりとか、地形だったりとか文化だったりとか、そういうもので美しくなる街であるということに気づいたので、今まで気仙沼は漁師町で海で新鮮な魚があって威勢が良くてと、どれをとっても男文化の街だったので、これはこれからのことを考えて女性目線で気仙沼を売り込んでいく一つのきっかけだなと思って、でアンチエイジングな街気仙沼、しかも日本一アンチエイジングな街気仙沼というプロジェクトを立ち上げて、その第一弾でフカコラ美人というのを立ち上げました。私の中でも初めてのことだったので何でもすぐできるかなと思ってたんですけど、最初はゼリーを作ったので、固めるにはこれぐらいの配合で入れなきゃいけないとか、コラーゲンとサメの軟骨成分を入れたいと思ってたんですけど、入れれば入れるほどいいだろうと、何でも一番多く入れればいいだろうと思っていたら、サメは匂いを発する魚なので、とてつもなく胸焼けのするようなものが出来上がり、試作で出来上がったりとか、いろいろ大変で、でも結果いいものが出来上がりましたし、今はさまざまな気仙沼のもともと私が考えていたいろんな美の要素とフカコラーゲンを組み合わせて商品化をして、だんだん思っていたイメージしているものに近づいてきてるかなとは思います。
歳暮お中元で高島さんで扱っていただいているスープだったりとかゼリーだったりとかゼリー寄せだったりとか、あとは気仙沼のクワ茶というお茶に深コラーゲンを、添加したものをティーパックにして、はい、出しています。自分の事業の他にも町のこう委員にもなりまして、観光に関する部会だったりとか、あとは町の資源を何か活かせるものはないかという部会にも入ってまして、そんな中で委員をやってるうちに、今まで何もないと思っていた気仙沼なんですけど、こうやって気仙沼がなくなると思った時に、町がなくなる、帰る場所がなくなると思った時に、こんなにも私は帰る場所として気仙沼のことを思っていたっていうことにも気づきましたし、そして気仙沼で事業をするにあたって気仙沼のいいところというのをこう全部出していたんですけれども、もう余るぐらいにたくさんあって、すっごい綺麗な場所だったりとか静かな場所だったりとか、あ、ここに本をね持ってきて午前中過ごしたいなとか、どんどん会いに行きたい場所が増えていくので、気仙沼に恋してるってかっこいい、言ったらかっこいいですけど、いっぱい恋してるので多分すっごい何股をかけてるんだと思われるかもしれないですけど、それぐらいあの素敵な場所があるので、そして素敵な人がいるので、そういう方たちとのつながりをもっともっとこう熱くしていきたいなって思ってるんです。課題としては、会社を立ち上げたものの経営者としてはまだまだあの素人なので、しっかりとそこを自分の中で確立させて、震災を機に作った会社ではありますけれども、50年先もこの会社が気仙沼を拠点に、大きくなって、そして美の会社ですので、気仙沼の女性たちが誇りを持って気仙沼に住んで、気仙沼のこのフカコラという会社で働くような、そんな企業を目指 したいなって、まあ、今本当に役員 2,3 人でやってる会社なので、まだまだそこに行くにはかかるとは思うんですけれども、そんな風に町の一つの仲間入りができたらいいなっていう風には思います。